炭火で焼き上げられた鶏肉、牛タンにスペアリブ。いただきます。はい、いただきます。パーコ、うん、うまい。バーベキューの舞台は札幌市手稲区に去年オープンしたキャンプ場。休日に多くの家族連れが訪れていました。こちらの男性が楽しんでいるのはソロキャンプ。牛肉を調理していますが、この日の夕食はなんとすき焼きです。そしてご飯はこだわりの飯盒炊き。みんなでねワイワイやるのも楽しいんですけど、たまにこうなんか一人になりたい時間というか、やっぱり結構重要ですね、こういう一人になれる時間っていうのは。その中特に多いのがキャンプ初心者の人たちです。手軽に楽しめるのには理由があります。近いからですね15分とか気軽に来れるし、初めてのキャンプはとりあえずここにしてみようって。人気の理由は中心部から車で30分ほどの場所であるということ。そして人気の理由はもう一つ。そうですね、この面積ですね、8メーターの120メーターあるんですけど、ここだけは体験農園になってます。もともとこのキャンプ場の土地にあったのは農地。当時の土をそのまま生かして作られた農園で野菜の収穫を体験でき、収穫した野菜をバーベキューで食べられるのも魅力です。もともと貸し農園をやっててですね、このキャンプ場を作ったのもありまして、身近なところにこういう土とか植物があって、まあ、慣れ親しんでほしいなということもありまして。町から近く、遊びも充実した都市型キャンプ場が人気を集めています。キャンプ人気を追い風に異業種も進出しています。作業服の販売を主力とするワークマンですが、今年の2月からキャンプ用品の販売を本格展開しています。そしてこちらにあるローテーブルですが、なんとその価格は驚きの980円です。ワークマンは今年2月からキャンプ用品の販売を本格展開しています。ワークマンさんはキャンプ道具はですね、実はあまり買えないんですよ。 SNS とかでもすごく人気が出ると、もう来た時にはもうないんですよね。人気の理由はその価格。 LED ランタンが780円のほか、ローチェアは1780円と驚きの安さです。その中、テントや寝袋が見当たりませんが。テントは売ってないんでしょうか。はい、テントやシュラフのように大きめの商品に限ってはウェブ限定の商品になっておりまして、店頭に置かない仕組みになっております。実はテントなどはネット販売限定となっています。こちらは一人用のテントですが、価格はなんと4900円。今年2月に発売し、これまでに2万個以上が売れたということです。テントと寝袋にチェア、さらにテーブルとランタンの5点セットが1万円以内で揃います。もともと作業服でしたり、そのウェアを作る時の素材をそのまま転用してますので、そこで開発コストが抑えられてまして、その分安くお客様に提供できているという面がございます。これからキャンプを始めたいという初心者の方向けに商品を開発しております。一方、苫小牧市にはキャンプ愛好者が集まる場所があるといいます。たどり着いたのは鬱蒼と生い茂る山林。実はこちらはですね、山林の区画約900平方メートルをですね、
1年間レンタルしていただいて、ご自分のキャンプ地として使っていただける場所になります。この場所があるのは苫小牧市上苗の山林。43区画に分けられた土地の1区画をおよそ10万円で1年間レンタルできます。1区画はテニスコート4面ほどの広さです。今年4月から始まりましたが、すでに40区画が埋まるほどの人気で、契約者のほとんどがキャンプ歴10年以上です。さらに冬もキャンプが楽しめます。山が欲しかったので、買える山を探してたという方がまず一定数いらっしゃいます。あとはですね、昨今のキャンプブームでキャンプ場が予約が取りにくい、もしくは行っても入れないということがかなり増えましたので、自分のキャンプ地が欲しいという 方がですね、借りていただくという形ですね。こちらの区画では家族3人と友人の4人が焚き火を囲んでいました。契約者だけでなく友達や親戚なども一緒に楽しめます。そばにはひときわ異彩を放つテントが。彼が一人で作りました。上ちょっと紐で縛ってあるんですけど、もともと3本のですね、木で三角形に作ってですね、あとその後に木を立てかけて周りを囲ってったっていう感じですね。自分の区画に落ちていた木や落ち葉などを使ってわずか6時間で作り上げたといいます。秘密基地じゃないですけど、少年時代の基地を思い出してですね、これを作りました。一方、違う区画には何やら落ちている木を集めている男性が。今何されてるんですか。今、焚き火で使う薪を集めてきて、切っといて乾かしてやっぱり燃やしたりすると結構匂いとか香りとかも違ってくるんで、それも含めて楽しんでる感じ。年間で契約しているので木を乾かしておけばいつでも焚き火を楽しめます。さらに近くには子ども用のブランコが。虫嫌いな孫にも山林を楽しんでもらおうと手作りしたといいます。ブランコあるからって言って結構喜んで来てくれはするんで、はい、作ってよかったなと思ってますね、はい、4月から契約させてもらってからはほぼほぼ毎週ここには来るようにしてますね。不便なこともあるんですけども、そこがまた楽しいっていうところもあるんで、ここは不便を楽しんでる感じでやってますね。ニーズに合わせて楽しみ方が広がるキャンプ、今後も人気は続きそうです。